世界中の人たちに夢や希望や感動を与えられるような大会もいい結果を残していく優勝したいです。2頭の1頭の合図なら5頭を追え待てたいという思いがありますチャンネル登録してね。皆さんこんにちは。今日はですね、京都文京、中学高校のダンス部に来ております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は特別にですね、顧問の先生にも来ていただいてます。顧問の八下修平です。よろしくお願いします。よろしくお願いします京都文京ですね、本当にすごくノリのいい部活でですね、大会なんかでもね、ロックダンスをメインにしてすごいいい成績を残しているんですけど、ダンスを始めたきっかけ、僕は嵐の影響でダンスを始めました。嵐ね、はい、憧れていいな。特に好きなメンバーは誰だったんですか？リーダーの大野くんです。大野くんどの辺が好きですか？ダンスも上手いし歌も上手いので、そういうのに憧れて。なるほどね。コラボレーションっていうのはすごい盛んで、アーティストさんと一緒に MV を作っていろんな企業さんからね、プロモーションのお手伝いみたいな形で映像に出演したりしてるんですけど、どうですか、そういう話が来てそういう出演をするっていうのは。やっぱりそういう依頼が来るのは普通のことではないので、やっぱりすごく嬉しいですし、そういうことをやらせてもらえるってなった時は全力でやりたいですし、しっかり伝えられたらなと思ってます。先生どうですか、そういった経験を生徒にさせて。あんまりダンスってこう点数を競ったりとか、こうタイムを競ったりとかっていう競技ではないので、本当にいろんなアプローチがあると思っていて、でそれこそコロナで大会がなくなって、目指す日本一とか分かりやすいものがなくなった時に、例えば動画作品でいろんな学校とつながれたりとか、例えばアーティスト青と踊れっていう曲なんですけど、よかったら見てください。僕は僕の高校の時の同級生です。僕の友達と今の生徒たちがつながれたりとかっていう、そんなアプローチができるのは本当にダンスを僕も始めてよかったし、この子たちともダンスを通してつながれてよかったなと思うところですね。一番部で大切にしてる言葉がリスペクトっていう言葉を大切にしてるんですけど、これは尊重っていう意味なんですね。中学1年から高校3年まで、しかも男子も女子も行ってて、お互いにまあそうでもいいよねっていうのを言い合えるような、認め合えるような、そんなクラブにしたいなと思ってます。大会で本気で結果出したいっていう子もいるんですよ、中には。でも大会に本気のメンバーだけのクラブではないので、友達の前で楽しんで踊りたいはそれはそれで尊重したいし、で大会出て本気でやりたいっていうのやったら、オーディションでみんなの中で勝ち上がって、まあ、ファーストチームの中で全国大会何出ていったらいいし、どんなあり方もダンスはあっていいかなと思うので、被害を認める、まあ、リスペクトとか、まあ、最近だと多様性みたいな言い方するのかな。そうですね。 YouTube チャンネルをやってるんやんか。僕こうみんなが発表する場があればいいなと思って出してるんやけど、みんなはどう感じてるんやんか。再生回数めちゃくちゃ見てます。見てる。やっぱり見られたい。見られたいです。なんかこれ多いと、あ、こんなに見てもらえてるやっていうのは。チャンネル登録してね。あ、そう。目指せ1000人チャンネル登録してね。確かに先生が この機会に聞いてみたいこととか。タイが彼女とかいるの？部全体でそういう話とかしたりするの？なんか同じ学年の子と喋ることはあるんですけど、後輩の子はあの子たちどうなんかなっていうのはちょっと気になってるぐらいに詰まってます。部の中で？おお結構ありますよね。昔からというか、あ、そうですね。その辺は自由なんです、ね、もう任せですね。なるほどね。やめてよっていうのもね。やっぱ一緒にいるところを見たりすると、あ、なんかもしかしてとかってなって、いい、ね、で多分学年では知ってたりするんですけど、先輩とか後輩とか違う学年になると恥ずかしいのか、ちょっとこそっとしてはる。でも圧倒的に男子の部員の方が少ないわけじゃない。モテるよね。本当にタイガは縁の下の力持ちというか。なるほどね。興味はあるの？興味欲しいなとか思ったりはする。モテるでしょ。モテるし、モテたいと思う。先生はモテたいで始めてるからね。
通のことなんだね。まあ、でもやっぱりモテたいという思いはあります。自分の満足するところまでまだ行ってないなっていう感じが、大会の作品とかいろんな振り付けとかでそう感じることがあります。どの辺がまだ足りないなと思うの？表現力とか、こう体の使い方とか、プロのダンサーとか見るとまだまだだなって思うとか。ダンスに真面目とかな。なんか将来どうしたいとか目標あるの？世界中の人たちにこう夢や希望や感動を与えられるようなダンサーになりたいなって思います。嵐ですね、これ。嵐今後の目標。私は今1年生でやっと文教のダンス部にも慣れてきたので、次はその2年生に上がるまでにまず新人戦を1年生みんなで作り上げて優勝したいです。もっともっと今までやったことないことに挑戦したいっていうのはありますし、大会だけじゃなくていろんなイベントとかいろんな人に応援してもらえるようなクラブで大会もいい結果を残していくっていうのが目標です。やっぱりこの高校生活のこのダンス部でこの10代にしかこう味わうというか、この思い出に残れるような部活にしていけたらいいなって思ってます。それが今後のこの夢だったりとかそういうものにつながれたらいいなって思ってます。なるほど。まるで先生のような10代校長先生のコメントみたいな。流れ的に先生も、何年目でしたっけ？顧問11年目ですね。11年目。じゃあもう次のね20年目に向けてというか、どんな部にしたいかなとかありますかね？いっぱいありますね。とりあえずまず部員200、チャンネル登録1000、京都観光大使、とりあえず大会全部優勝。そんなところを目標に。だいぶ欲張りですね。好きな言葉があって、一等の一等も得ずなら五等を追えと。追えまくれば何かがついてくると思うので、手広く。みんなには欲深く、まあ、10代はあっという間なので追いかけてほしいなと思いますね。はい、わかりました。これからの、ね、活躍もとっても楽しみですし、本当にすごいダンス部にこれからなるかもしれないので頑張ってください。はい、ありがとうございます。今日はありがとうございました。ありがとうございました。